小ゴールです。ここです。はい。今日はですね、2週間前にナンパした中国の女の子たちと、キチガイ設定でデートしてみたいと思います。思います。あと、まあ、2つほどミッションがありまして、まあ、さりげなく女の子たち3人に撮影協力をしてもらうっていうのと、あとは、僕ちょっとナンパのノートを買いまして、それによると、ハピネス、幸せを与えると帰ってくるっていう理論がありまして、僕が、無償の愛を女の子たちに与えることによって、まあ、将来僕が、女の子たちに貢いでもらうための、お金を出してもらうっていう結果につながるかなっていう検証をしたいと思います。まあ、言うと、このデートのフィナーレは2000円の焼肉を女の子に奢ってもらう。それが、ラストミッションです。行きましょう。昨日から寝てないのでめちゃくちゃ眠いです。まあでも、まあ日本で楽しく買い物ができるお店はコストコの次だったら、まあ、ドンキホーテだと思うんで、中国人の女の子たちドンキホーテに連れて行ってあげたいと思います。まずはよっしゃ行きますか。好，六千元。哎呦，还在呢，还在啊！为什么要拍啊？还是不要拍了？嗨，咋跟那个视频上不一样？这个看的小孩耶。嗯。干啥呢？干嘛要拍腿？为什么呀？安利。日本の楽しい場所といえば。コストコの次にドンキホーテですよ。コストコわかるっしょ。谁给翻译的？みんなコスコっていうコスコ。コスコ。ドンキホーテ。ドンキホーテ行きますか。暗。あ、热死我了。暗いよこれ。暗いよ。没戴口罩那个人。没戴。暗いよこれ。黑了。あ、じゃあドンキホーテ行きます。快出来拍啦！这什么呀？カフェインを取って昨日クラブに行きました。ですけど楽しくなくて15分で出ました。で寝れてません。ドンキホーテー絶対に楽しい。あれ脚やI'm elevator boy. 次は白。あんま寝てないんでいい感じで回せてますね。ちょっと今のハピネスで。ジュースを奢ってくれるのか検証してみたいと思います。今はドンキホーテとお城連れてきてあげたんでジュースぐらい買ってくれると思います。じゃあこれ買ってください。私にこれを買ってください。还有这个我给你买。他但是不买累死我了。我不会用这个呀。不会。No money。什么意思？他是要喝这个水。刚才啊，拿过来就行。都喝。不行。行くよ。行くよ。じゃあ見てよ。谢谢。不客气。啊，他知道他是。不客气。じゃあ、はい、どうぞ。飲んでいいよ。飲んでいいよ。どうぞ。うん。
断られた。じゃあ好きな女の子のタイプ教えてください。いやまあ僕はまあやっぱり面白くて、面白くてノリが合う人かな。ノリが合う人、はい、ああ的確。どんな人？僕はもう、はい、面白くて一緒やん、はい、性格も優しくて、はい、まあ、一緒になって気ぃ使わん、あスタイル。あ例えば三上優愛とか最高っすね。三上優愛って深田恵美の方。深田恵美っすよね。深田恵美、深田恵美って言おうとしたの三上優愛って言ってしまった。あどっちでも同じか、二大極闘っすね。そうっすね。えちなみにチンコってどんぐらいのデカさなんですか？いきなりぶっ込みますね。えそうっすか、はい、いつもなんかつなぎが悪いって言われるんですけど、つなぎが悪いって言われるんですけど、チンコにつなげるって難しいじゃないですか。自分のですか？はい18センチです。あ、18センチ、はい、16ぐらいですか？16ぐらい。え、じゃあ格差、お兄さんチンコ格差。お兄さんは何ですか？僕、通常時3センチえで、一寸法師です。あの、でかくなったら iPhone6S です。かわいい。 iPhone6S 一寸法師か iPhone6S。 はい、かわいい。じゃあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。次はカフェと展望台です。私乗らない。あなたは行ってきて、はい、そこで。おーレストラン。え、俺行かん。行かん行かん。3人で。俺はここでおる。展望台のお金を出してくれるみたいでしたけど、断りました。なんかいっぱい人おったんで。なんかアイス買ってくれました。ほぱんはほぱんはハイスウェイミシン。天哪，还是冰的，我还是吃的冰的。那哪个呀？这不香蕉吗？我要的不是巴拿马，我的是巴拿马。我的。橋と公園と。あとアイスが食べれるカフェの後は海。これは絶対に満足度 100% ではないでしょうか。僕の睡眠度も 100% になっております。めちゃくちゃ眠いっす。これはもう満足度 100% じゃないでしょうかね。はい、バチクソ眠い。もう南国みたいなとこまで来ちゃいました。片道4時間。このどんぐり揚げてみたいと思います。ちゃんと、ね、
あ、やっともう少しで着きます。ハロー。はい。很开心よ。好嗨哟。好嗨哟。もう少しです。ハロー。导游。导游。导游。かっこいい人。ありがとうございます。眠いですね。眠いや。眠い。はい。あなたたち映しているんですか。疲れた。もう着くので。还让我举着吗？お疲れ。寝てないからね。全然。他们咱去哪吃饭？哎，走了好远好远了。嗯。あなたたち映してるんですか。あたち。はい。ここです。私一応あ、休憩です。休憩？休憩です。はい、ここです。ここです。はい。あ、じゃあホテル着きました。何？ホテル着きました。うん。はい。え、ホテル来ました。うん。うん。大丈夫か。ホテル。寝るから。あなた寝る。うん。あなた寝る？そう。ホテルは行かない。行かない。行かない。あ。行かない。うん。あ。デートの締めは。焼肉です。安いやつ2000円。まだ手もつないだことないのにアイス食べさせてみたいと思います。はい、キス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 、関節キス、 OK、 キス。はい、どうぞ。最後ケース。うちのハピネスが足りていれば奢ってくれると思います。はい、自信はあります。お会計です。シェイシェイ。はい、お疲れ様です。じゃあ今3人とも送り届けてきました。まあ昨日ちょっと一人で久々にクラブに行って、ちょっとブラックコーヒーとクラブのレッドブルをちょっと飲んで、でクラブから15分でちょっと出てしまうっていうことが起こり、寝れなかったんでちょっと今疲れが残ってるんですけど、まあ、当初の目標であったしれっとさりげなく YouTube 動画を撮らせていただくってことと、あとまあ、ハピネスを与えることによって、まあ、デートのお金を出してもらえるかっていう、まあ、僕もハピネス代としてまあ運転とか、まあ、ガソリン代とかはまあかかっちゃったんですけど、まあ、結果的にジュースとまあ、600円ぐらいのアイスと、あと焼肉の1900円、ご馳走いただくことができました。はい、なんでやっぱり、まあ、女の子に与えた価値の分だけその何割か返ってくるっていうことですよね。まあ、実際女の子たちも行きたかった場所に車がなかったら行けなかったわけなんで、まあ、そこで価値の提供ができたのではないかなということが、はい、まあ思いましたね。ありがとうございます。